矢田部敦史と佐々木千明のファントレタイム、皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。今回もどうぞよろしくお願いします。皆さんこんばんは、女優の佐々木千明です。矢田部さん、はい、2020年も始まってもう結構経ってしまいましたが、はい、ね、あっという間ですが、はい、改めて矢田部さんの今年の抱負についてお話しいただけますか。はい、今年の抱負なんですが、はい、まず会社の、私がやっている会社の方のですね、抱負は挑戦の年にしようと。お、挑戦、はい、思っております、うん、私の会社もですね、去年一昨年と、まあ、人が増えて、結構ですね、こう土台を安定させなくちゃいけないといいますか、はい、やっぱり仕組みをきちんと整えるとか、社員、私自身の教育をですね、しっかりやっていくとかですね、サービスをこう安定化させていくという年だったんですね、去年一昨年が。なのでやっとその土台が整った、今年はですね、挑戦の年というふうに思っておりまして、はい、新しい事業どんどんですね、オープンしていきたいなと思っております。はい、はい、すごい。新しい事業はですね、今までコンサルティングをしている、私たちがですね、お客様に、コンサルティングをしているんですけど、それを今度システムで、はい、半分できるようにならないか、はい、そういった AI コンサルティングという、すごい、はい、そういったシステムをですね、オープンする、はい、予定がありますし、はい、あとマーケティングの専門学校、マーケティングだけをすごい、はい、そうなんですね、勉強する専門学校、マーケティングカレッジと、はい、いうものがあるんですが、それがオープンしていくと。はい、今年はですね、会社の方はそういったところで、どんどんこう成長させていきたいなと思っております。なるほど、はい、プライベートはですね、ちょっと相反するところではあるんですけど、はい、まあ、家族との時間をしっかりとってですね、はい、娘にあまりパパね、パパ家に帰ってこないとかですね嫌いって言われないように、嫌われないように、嫌われないようにやっぱり一緒の時間を過ごさない過ごしていきたいなと思っております。はい、はい、そしてもちろんこのラジオ番組のね、パーソナリティとしてもですね、もっと分かりやすく、そして興味を持ってもらえるような、話ができるように今年も頑張っていきたいと思います。はい、はい、佐々木さんは今年の抱負はいかがでしょうか。私はですね、2020年、どうでしょうかね、まずオリンピックがありますよね。すごく東京オリンピックを楽しみにしてまして、実際こう空気を感じたいなっていうのが今年の、目標というか夢かなっていうのが一つ、はい、ね、あとは、お仕事では、昨年いろいろな作品やらせていただいたので、何かね、こうつながり、ご縁がまたできて、新しい作品がに、お呼ばれいただければいいかななんて思っております。さらに飛躍の年ですね。そうですね、あとはプライベートについては、健康で、そして これもまた私ちょっと挑戦してみたいことがたくさんあるので、この挑戦、ちょっとプライベートでの挑戦になっちゃうんですけども、はい、ちょっと楽しく毎日過ごしていきたいかなって今は思ってます。楽しみですね、はいはい、あとはね、この番組もっともっと、はい、ね、いろんな、多分ゲストさんが来ていただいたりとか、どんな、そうですね、はい、番組になっていくのかなっていうのがすごく楽しみなので、はい、矢田部さんとともにね、頑張ってまいりたいと思っておりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますさて、オープニングトークに戻らせていただきまして、はい、この番組はマーケティングの観点からファン、つまり楽しいことをトレード、交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。ではまずは矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。はい、矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、その後ファントレ株式会社を創立されました。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。はい、また現在は、コンサルティング以外にも美容院、保育園経営なども手掛けられ、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そして私、佐々木千明は日頃はドラマや映画に出演させていただいております。で、現在はここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。はい、
そして最近の活動といたしましては、昨年末まで、テレビ朝日系列で放送されておりました人気ドラマ、米倉涼子さん主演のドクター X 外科医大門未知子に看護師としてレギュラー出演させていただいておりました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは今月のイクメンリポートのコーナー。このコーナーは先ほど略歴をご紹介させていただいた通り、世に言う IT 企業の社長様でいらっしゃる矢田部さんが他の IT 企業の、あの社長さんの皆さんとは違い、ご結婚をされておられ、子供さんもお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など子育てもきちんとこなされる、いわゆるイクメンとしても頑張ってらっしゃる姿をですね、毎月リポートしていただこうというコーナーです。はい、はい、それではありがとうございます。はい、矢田部さんお願いいたします。 ありがとうございます。はい、はい、このプレッシャーを感じているんですけど、妻とですね協力しながら、一緒にね子育ても頑張っている最中なんですけど、はい、私の娘がですね、今3歳と6歳、娘が2人おります。はい、でまあ長女の方がですね、どちらかというとこう活発で何でも挑戦していくような、タイプでして、はい、下の子の方が、まあ、ちょっと甘え上手といいますか、気がついたらちょこんと、まあ、膝に座っているような、はい、そういったね、まあ、甘え上手な娘です。で今月のイクメンということで、ちょっと前の話にはなっちゃうんですけど、はい、お正月にですね、はい、過ごした思い出をちょっとお話ししようかなと思いまして、長女が、はい、初めて生まれて初めてこうお正月を迎えて実家に行く時のことなんですけど、はい、それをですね今でもすごくこう覚えていると言いますか、はい、思い出すんですけど、初めてですからね、はい、もうやっぱりね、まあ、娘が生まれたばっかりで、実家に行くと、まあ、やっぱりですねお父さん、はい、お母さん、うちのおじいちゃんおばあちゃんですよね、喜びますし、親戚のみんなもですね、はい、かわいいねということで、本当にね可愛がられて、はい、まあ、嬉しい気持ちになるんですけど、実際はですね娘がやっぱりこう初めての遠出といいますか、初めての地で、寝る、まあ、寝つかないといけないということで、はい、夜なかなか 寝なくて、あこれはなかなかもなかなか泣き止まないで、寝てもすぐ起きちゃって、うん、まあ、妻なんかもねやっぱりこう、はい、うちの実家にいるとちょっと緊張してますから、妻も疲れてて、でまあそういうなんかすごい寝させるためにずっと抱っこをしていたような本当にイメージが持ってますね。とても幸せな正月なんですけど、はい、大変な正月でした。まあ、パパにとっては結構大変かなというところもありますよね。そうですね、それがね今でもよく覚えております。でもね、私こういう経験もちろんしたことないんで、はい、こう実際にね矢田部さんの初お目見えのお正月というところで、あ、なるほどなと。これはですねきっと経験されたことがある皆様多いんでしょうね、そうだそうだきっとね。そうだったなっていうことでですね、はい、まあ、こういうのも一つ一つがですね、まあ、楽しい思い出になってくるということですよね。そうですよね、はい、まあ、年を重ねるにつれてどん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 大きくなっていって、またねこう楽しみもどん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 増えていくんでしょうね、はい、あ、素敵なお正月だな。ありがとうございます。ありがとうございます。以上今月のイクメンリポートのコーナーでした。続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか熱く今でも強く刻まれている楽曲について我々の独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです。今回は矢田部さんに玉手箱のもとワニマさんのやってみようという楽曲をお持ちいただきました。はい、はい、この曲はどういった思い出があるんですか。はい、はい、このワニマさんの曲なんですけど、やってみようという曲でして、はい、ま、青春時代といいますかちょっと割と最近の曲ではそうですよね、はい、あるんですけど、とてもですね心に残っている曲でして、はいはい、やってみよう、もしかしたらコマーシャルなんかでもですね、よくそうですねコマーシャルで聞いたことがありますね、はい、聞いたことがあるので耳に馴染んでる方もいらっしゃるかと思うんですけど、やってみようと、すごくいい歌詞が並んでおります。お、はい、正しいより、はい、面白い、うん、正しいより楽しい、やりたかったことをやってみようと、
はい、そういった歌詞があるんですけど、失敗なんてあの思い出だというようなことをですね、この歌詞の中で言ってみました。とにかくやってみよう、はい、挑戦してみようっていう曲でして、はい、実はですね、この曲僕一人で聴いて感動してたんですけど、えー、ちょうどその当時会社に人が、まあ、スタッフを雇い始めて、で今まで自分でいろんなことを一人だったから起業したての時はやっていたんですね。いろんなことに挑戦して失敗もいいだろうということでやってきたんですけど、やっぱりこう組織になってくると人間って不思議なもんで、ちょっとねやっぱりこう失敗したらどうしようとか、これやったら怒られるんじゃないかなとかね、まあ、そういった気持ちってどうしても生まれてきちゃうんですね。そうですよね。はい、でそんな時にですね、会社でやっぱりこう、まあちっちゃいまだまだベンチャー企業なのに、やっぱりそういうねちょっと失敗を恐れてしまうことがあったり、これはまあちょっと危ないから やんないでおこうというようなことがですね続いた時に、はい、このワニマさんでやってみようをですね、はい、みんなで聞いて、みんなで聞いて、はい、すごい、みんなでこれを聞こうと、はい、でまあね、正しいより楽しいと、正しいより面白い、やりたかったことやってみよう、この曲をですね、うちの会社の、歌にしようと。お、はい、この曲のようにやっぱりですね、いつまでも挑戦する気持ちで、はい、まあ、やってみようと。で失敗してもそれはね、まあ、いい思い出だったと言えることがあるので、うちの会社ではこういうねやってみようという気持ちを大切にしますということでですね、はい、みんなで聞いて、それからやっぱりですね、はい、どん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 こう新しいこれやってみましょうとかね、あ素敵、はい、なりまして、でやっぱり失敗した時も、はい、あ失敗しちゃったねじゃなくて、うん、これはこういうことが分かったから次は今度こういう挑戦ができるね、うん、みたいなですねすごくね前向きになったことを覚えています。あでもやっぱりこの、まあ、矢田部さんがみんなでこうね聞いたことによって意識がちょっと皆さんがこう前を向いていこうっていう気持ちになったっていうのはやっぱこれはすごいことですよね。そうですね、やっぱりこうね社長が、うん、まあなんか朝礼のように言うよりも、やっぱりみんなでこの曲を聴いてですね、そうですよ、感じてもらった方が伝わるかなということで、うん、流しました。あなるほどね、はい、まあぜひですね、まあ、新年という、こういうタイミングでもありますし、はい、やっぱりねこの新しいチャレンジ今年もしていこうと、言っている中ですので、改めてですね、思い出してこの曲を選ばせていただきました。改めまして今お聞きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形でマーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについて矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。はい、はい、毎回楽しみにしておりますが、はい、ありがとうございます。はい、では矢田部さんお願いいたします。はい、今回はですねお客様の買う理由を作る記念日マーケティングと、はい、記念日マーケティング、はい、いう話をさせていただきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、実はですね先日のラジオでもお正月商戦の、あ、はいはい、お話をさせていただきました。はい、そうですね、で記念日を使って、はい、まあ、やっぱりお客様が買いたい理由、買うべき理由を作っていきましょうというお話をさせていただきたんですけど、はい、まさにですね、記念日というのはですね、お客様の買う理由を作る最大のチャンスなんですね。はい、買う理由を作る。今までのマーケティングという通常のマーケティングでは、はい、やっぱりお客様に合わせて、商品を作ったりですね、はい、お客様のに合わせて、タイミングよくリリースをするというのが、まあ、通常なんですけど、はい、逆にですねお客様に合わせるんじゃなくてお客様に買う理由を作ってしまうと、ほう、こっちに合わせてもらおうと。なるほどね、はい、そういった発想で、はい、記念日を使っていくんですね。すごいな。はい、これはすごく面白いマーケティングでして、まあこういう記念日をうまく使っている会社さんと、はい、まあ、通常のようにですねあんまりこう、まあ、そういう記念日のね、ことをやらないで、まあ、販売している通常通りこう平均的に販売している会社さんでは、はい、やっぱり売り上げがどんどん変わってまいります。やっぱ全然違うんですね。そうなんですね、ずっと売れてるわけじゃなくて、ここぞって時にバッと売る方が、はい、やっぱり商品は出やすいと言いますか。
そうなんですね。そういった効果があるんですね。なんか意外だったな、はい。なのでですね、マーケティングの世界では、はい、販促カレンダー、これは販売促進カレンダーってね、販売促進の、販促を取ってですね、販促カレンダーと言ったり、はい、マーケティングカレンダー、マーケティングカレンダー、はい、うん、あとイベントカレンダーみたいなね、はい、ものを、まあ、しっかり用意してですね、どの時に商品を売っていこうかっていうね、予測を立てる、計画を立てていくと。なんか記念日的なものが書かれてたりするんですか。はい、そうなんですね、販売促進カレンダー、販促カレンダーではですね、はい、ここの時に商品が売りやすいのでちゃんと企画をしてくださいねと、そういった意味合いがあります。すごい、はい、ここは売るチャンスなんですよということをですね、忘れないように書いてくれているのが販促カレンダーです。すごいカレンダーですね、はい、例えばですね、はい、まあ入学式、学校の入学式とか、まあ、もちろんですね、会社の入社式もそうですし、冬だとクリスマスがあったり、あ、そうですね、クリスマス、はい、年末があったり、はいはい、年を越して正月があって、はい、バレンタインデーもありますよね。あ、そうですね、はい、そうするとまたですね、春先になって、でまたこう6月ぐらいだとボーナス商戦、あ、はい、夏休みが来て、お中元なんかもあって、そうですね、はい、お歳暮、うん、はい、そして今度ね、まあ、9月10月11月になるとブライダル、まあ、要するに結婚式の、あ、そうなんですか、いいシーズンなんですよね、雨が降りにくいということで。あ、そうなんですね、はい、全然知らなかった。はい、もちろんね、6月純ブライド、6月からもね、うん、ありますけど、実際はですね、雨が降りにくい季節ということで、はい、結構ブライダルなんかは10月11月人気になります。そうなんですね、はい、うん、で、まあ、忘年会ってまた入ってきますよね。そうですね、はい、こんな感じでですね、はい、実は記念日ってものすごくいっぱいあるんですね。本当ですよ、はい、すごい数でした。今だけでもこれだけでもすごい数ですし、はい、細かいものを言うとですね、もっともっとありますね、はい、つまりそういったね、チャンスをですね、はい、ちゃんとこうマーケティング、販売促進に生かしているかどうかっていうのがすごい、大事だということですね、はい、例えばですね、はい、実は細かいところで言うと、はい、会社の特有の記念日というものもありまして、はい、はい、会社設立記念日とかですね、はい、社長の誕生日とか、誕生日、社長の誕生日とか、はい、あとですね、まあ、まあボーナスを出した時とかですね、はい、お祝いの時にですね、記念日と、まあ、自分たちでも記念日っていうものを明確に作っちゃって、意図的に作っちゃって、はい、感謝祭、お客様感謝祭をしたいと思います、ぜひお手に取ってくださいみたいな感じでですね、販促をしていくこともよくあります。あ、感謝祭よく聞きますね、はい、聞きますよね、はい、はい、こういうふうにですね、まあ、お客様の買う理由を作るというところに戻っていくんですけど、はい、まあ、本当はね、買おうかどうかなって思ってるお客さんでも、最後の一押しになるわけですね。うん、あ、感謝祭やってるし、うん、ちょっとこう安くなってるから、うん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 、これはいいタイミングだと、じゃあ買っちゃおうっていう風な形になるんですね、はい、そうですよね、はい、なんかお得感が半端じゃないんですよね。お得感を感じますよね、はいはい、で、まあ、日本人は特にですね、こういう記念日というものを、まあ、好きと言いますか、はい、まあ、そういった時にですね、まあ、買って いい記念だから、うん、縁起がいいからとかですね、はい、そういった形でやっぱり買う傾向にあるので、はい、まあ、ぜひですね、この、まあ、販売促進の計画を立てて、はい、じゃあこの時には、まあ、こういう記念日に合わせた特別なセールをやってみよう、うん、こういう特別な特典を、まあ、用意しようとかですね、はい、おまけをつけてみようとかですね、まあ、こういう有名人の方を呼んでイベントをやってみよう、あ、はい、考えるとですね、はい、こう無限にアイデアが湧いてくるんですね、はい、すごいな。なんかこう記念日だけでもいろんなこうね、マーケティングが取り行われてるというか、はい、っていうのをこう今回改めて感じました、ね、はい、私たちはもちろん消費者側なので、うん、やっぱりその感謝祭嬉しい、嬉しいですね、楽しみっていう感じだったんですけれども、うんうんうん、ね、本当にお得な商品とか、ぜひこれおすすめですよっていうのをこう
ね、知れるいい機会になるんだなっていうふうに感じますよね、はい、うん、でさらにですね、はい、もう一歩踏み込んでこの記念日を使ったマーケティングというのを話をしますと、はい、あのこのすごくこう記念日の時に頑張るのも大事なんですけど、実は記念日を使ったマーケティング準備が大事でして、はい、準備が大切なんですね、はい、要するにあクリスマスがあるよと、じゃあクリスマスがあるから12月24日25日に頑張ろうではなくてですね、実はこれを10月もしくはもっと早くから用意しておくんですね、クリスマスに向けてこういう、まあクリスマスのセールをやろうと思ったらですね、はい、そこに合わせて、まあ、広告のね内容を考えていこうとかですね、特典の内容を考えていこう、おまけの内容を考えていこう、でそれをちょっとずつもう10月ぐらいから出していくんですね、今年のクリスマスはこういったものをご用意しておりますとか、はい、皆様にクリスマスプレゼントをご用意しておりますとかですね、特別なことをやっていきますとかを、これをですねどん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 自社のホームページや SNS で発信をしていくと、はい、まあ、こう待ってる側もクリスマスに対して特別な思いがこう、あれなんかすごいことが起こるんじゃないかな、確かにこれはもしかしてチャンスなんじゃ、購入するチャンスなんじゃないかなというね、はい、準備もしてくれますので、それが上手に、まあ、組み合わさった時にやっぱりですね通常、まあ、販売している量よりもはるかに多い量がクリスマスで売れていくということがあるんですね、はい、事前の準備もすごく大事なんですね。そうですね、計画を立てて理由を作って記念日に、しっかりしたマーケティングをですねやっていくということはすごく大事な戦略になりますので、いやーなんかこれもしかしたらちょっと違うかもしれないんですけど、はい、うんうん、今日のこの矢田部さんの記念日マーケティングのお話を受けてですね、はい、うん、まあ、私個人的に思ったのが、うん、ちょっと恋愛とかに似てるかな、友人とかの誕生日もそうですけど、うん、まあ、恋愛ってやっぱりこう何かこう付き合った記念日みたいな、記念日が必ずあるじゃないですか、結婚記念日でもいいですけれども、はい、うん、この記念日ってあることによってやっぱりこの人の付き合いでもこう絆が深まっていくな、生まれていくななんて感じたので、うん、まあ、マーケティングと、まあ、恋愛がこう結びつくかどうかは別ですけれども、はい、ちょっとこうね人付き合いっていう部分で考えるとちょっと似てるのかな。素晴らしいですね、はい、まさにですね僕もこの記念マーケティングを思った時に、ちょうどですね高校の時とかに、はい、じゃあ好きな子がいると、好きな子にいつ告白しようかなみたいな時にですね、あ彼女の誕生日はいつだろうとかですね、はい、まあ、クリスマスの時がいいかな、バレンタインデーの時がいいかなとかですねこうやっているのを思い出しまして、まさにこれは同じですね。そうですよね、事前の準備が、そうですね、理由を作って事前の準備をして、はい、その人にまあ買う理由といいますか、うん、告白を OK してもらう理由を作っていくといいますか、はい、まさにその感覚でとても合っていると思います。いやすごい作詞ですね。作詞ですねそうですね、素晴らしい、 いやもう本当に素敵なお話聞かせていただきました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただいて、矢田部さんがおっしゃっているマーケティングのファンイコール楽しさの一端でも分かっていただければいいかなと思っております。以上、マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん、次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、今回はいかがでしたか？はい、今回はですね、はい、マーケティングラジオ講座ということで、記念日を使ったマーケティングのお話をさせていただいたんですけど、はい、佐々木さんがですねこれは人の恋愛にも通じているということで、はい、言っていただきまして、まさにですねこういうふうにこうマーケティングを学んでいっていただいて、どん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 アイデア発想応用ができるようになるっていうのはですね、うん、とてもいいことだなと感じております、はい、ぜひですねマーケティングを聞いてくださっている、ラジオ講座を聞いてくださっている方もですね、私の言ったことを起点に、はい、いろんなことをアイデアを思い浮かべて、で自分たちのマーケティングに使っていただけたらなと思います。はい、もう本当にね貴重なお話でございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思っております。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、
までお待ちしております。まあ、アルファベット大文字で FUNTRETIME でファントレタイム、こちらまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。